はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのはおとぎ活劇マメダのバケル、オラクル斎太郎の災難何なんだろうなこの名前は。まあいいや。サイキクソぐらいのあのインパクトだな。まあまあいいや。ということで、11月30日発売合ってます。はい。あんまサイト情報がちゃんと出てなかった気がするんだけど、はい。タヌキのバケルが日本全国大暴れ。痛快娯楽活劇アクションということで、何なんだろうな、結構むちゃくちゃな感じなのかな。47都道府県すべてが舞台っていうのはどういう意味なんだろう。単にステージ名が都道府県になってるってことなのか、ある程度その都道府県をモチーフにしたマップになってるとかなのかな。で、これはどうやって見ればいいんだ。あ、そういうことか。こういうことか。太鼓を操る爽快アクション。シンプルな操作で思い通りのアクションが楽しめる。はい。なるほどね。3D アクションゲームって感じだよね。本当に、ノリとしては。おとぎの英雄たちも、に、変化も可能。おとぎの英雄に変化。変化すれば、いろんなスタイルでのプレイが楽しめる。桃太郎とかそういうこと？ちゃんと見えないな。まあいいや。はい。で、多彩な遊びが満載特殊ステージ。レースやシューティングなどゲーム性の異なる多彩なステージが、ということで。まあいろいろな、まあストーリーに準じて入ってるんでしょうね。で、これか。超ド迫力の巨大ロボットバトル。巨大ロボットを操作して、お祭り軍団の巨大兵器に立ち向かえ。なんか、ゴエモンインパクトみたいな、そういうノリなのかな。ということで、日本に厄災来たる。厄災で日本征服を企むオラクル斎太郎とお祭り軍団。平和な日本を取り戻すため、バケルの大冒険が始まるということですね。日本を探す個性的なキャラクター。ということで、まあ、結構激しそうなアクションだけど、グッドフィールさんって初めて見る気がすんな。で、これコロコロの漫画原作もんなのかな。おとぎ活劇、マメダのバケル、マメダか、おとぎ活劇マメダの、バケル、オラクル斎太郎の災難。3D アクションゲームで任天堂スイッチ、プレイ人数が1人で、2023年11月30日発売で、パッケージ版が5280円税込み。48ってやつだね。で、日本語でセロ A ですね。どうなんだろう。なんか見た感じ面白そうなんだけど、結構アクションって、キャラクター、これコロコロのキャラなのかな。コロコロとどういう意味合いで、これタッグを組んでるかにもよるんだよな。まあなんかそこそこ面白そうなんだけど、なんかそんなにこうブレイクしそうな感じにも見えないなっていうぐらいの感想です。はい。なんか逆にコロコロがついてない方がなんかあのこうおって感じになったかな。コロコロが進めるのをどう判断するかってところだよね、ポイントはね。はい。そんな感じにしときます。はい。